こんにちは、速稼塾の久保です。実はですね、国の2020年度の税収が史上最高、日本のね歴史上最高の税収60兆円にその大台に乗ったようなんですよ。まあ、これを見てね、景気が良くなったって考える人もいるんですけども、私はちょっとね違う視点を持ってます。それは消費税をはじめとする増税がですね、この60兆円というね、この税収を巻き起こしてるんだろうなと思います。要するに強制的に国に集めるお金が増えているってことなんですよ。実際に景気が良くなってるんでしょうか？国民の暮らしは楽になったんでしょうか？そんなことはありません。同じ所得、もしくは減り続ける所得の中で分取られる分だけが多くなったんですよ。これね、私も事業していて痛切に感じますけども、なんか手払いが増えるんですよね。いただける部分ってのはそんなに増えてないんですけども、払う方は極端に増えてます。特にここで現れているのが税金っていうことなんですけども、税金の影に隠れて社会保障費の財源、こちらの方はここ数年で倍になってるわけですよ。ね、このぐらい私たちは暮らしの中からいろんな資産を盗まれています。緊縮財政っていうのの一環で税収を集めるっていうのがありますけども、これがですね、積極財政になるとどうなるかっていうと、現在、野党の方ではですね、消費税 5% 案が出ていますけども、これで共同一致しそうですけども、まさに積極財政ってことは消費税も下げる、他の税も下げる、そして国民にもっともっとお金が使いやすくするっていうことなんですよね。税金ってのははっきり言って世の中に何も生み出さないんですよ。で、税金がたくさん回収されたからといって公共工事が増えたりとかね、それから公務員さんの給料が上がったり、これ全く関係ないんですよね。というのが、税収で集まったお金っていうのがどこにプールされてるか、そして支出として国がいろんなところに予算を配分する、このお金はどこのプールから出てくるのか、これね、同じところではないんですよ。税金ってのは集めると消えるんですよ。ただ消えるだけです。本当に消えるんですよ。で、財政出動といっていろんな国の予算、こっちに何十兆円、こっちに何十億円、こういうのありますよね。これはですね、必要な時に万年筆で書くだけなんですよ、ね、言ってみれば何もないところから煙のように現れるんですよね。このように国家ってのはお金を集めては消え、何もないところからお金を生みっていうので成り立ってるんですよ。ですので税金をこっちから持ってきて、この税金をあっちこっちに分配して、そして予算を執行するみたいなね、プライマリーバランスってのは当たらないわけなんですよ。しかし愚かなことに現在2025年のプライマリーバランス黒字化を目指すみたいなね、そんなこと言ってるわけですよね。まさにプライマリーバランスの黒字化を目指すというわけなんで、完成させるとは言ってないんですよ。要するに2025年までに、これは物理的にも不可能なんですけども、プライマリーバランスは目指すだけなんですよね。どうでしょうか、皆さんも人生考える中でただ目指すだけ、達成しなくても良いとなったらどうしますかね。だいぶ意味合い違ってきますよね。2025年までにプライマリーバランスが黒字化するわけもないし、黒字化する約束もしてないんですよ。要するに曖昧な目標のもとに走ってるわけなんですよね。その曖昧な目標に付き合わされて重税だけを課される私たちは、なんとね、愚かな国民なんだろうか、こういうふうになってしまうわけなんですよ。さあ、これからですね、私は思うんですけども、減税のチャンスではないかなと思います。おそらく現在感染症、これはもう1年も2年もすれば過去のものとして忘れられるでしょう。今オリンピックでね、いろいろと揉めてるんで、私としてはオリンピックなんてやらずにですね、これくだらないことやらずに、全ての国民がこの感染症を乗り越えるために一致団結するべきだと思うんですけども、そう、浮かれたオリンピックとかね、本当迷惑だからやめてもらいたいなと思うんですよ。もうついでにオリンピックは永遠になくてもいいと思います。そうするとね、アスリートの方がね、どうこうっていう人いるでしょ。でもね、別に陸上競技とか、まあその他のオリンピック競技にしても、オリンピックじゃないと発表の場がないわけでは何でもないんですよ。陸上競技には陸上競技の世界ナンバーワンを決める大会がありますし、それからね、他の企業、競技にしてもそうなんですよ。ちゃんと世界一なり国内一を決める大会はあるんですよ。オリンピックっていうのは単なる商業主義ですからね。いろんな権力者、オリンピック貴族を儲けさせるためのものなんですよ。言ってみれば
コロセウムみたいなもんなんですよ。カマセイヌを集めて、そこで誰が勝とうが誰が負けようがわっさわっさと儲けるのはスポーツとは全く無縁な方なんですよね。でそう考えるとオリンピックなんていうのはね、本当にねお遊びしかないですね。もちろんそこに自分の競技人生をかけてる方はいらっしゃるでしょ。しかし今回に限ってはこの感染症の下でね、競技人生ではなくてスポーツマン人生ではなくて人生そのものがかけさせられて終わっていってしまう人もいるってことなんですよね。もちろん相関関係因果関係は分かりません。オリンピックがなくたってもしかしたらお亡くなりになってたのかもしれません。しかしこれだけは言えるんですよ。オリンピックをする、オリンピックをしない、今回に限ってオリンピックをすれば少なくとも1人以上の死者は増えるってことなんですよ。これはどうですかね。反対できる人いるんですかね、こういう考え方に。もちろんね、違う考えがあってもいいと思いますし、2つの種類の運命を知ることは私たちにはできません。常に私たちが見るのは1種類の運命だからなんですよ。あとは仮説にしか過ぎず、裏付けも検証も不可能です。まあ、それをいいことにね、今回もちょっと気持ち悪いことが起きてるんじゃないかなと思うわけなんですよね。はい、ちょっとオリンピックの話題に行っちゃいましたけども、結局国の税収60兆円になったからといって、これは国内需要が増えたわけでも取引需要が増えたわけでも何でもなくて、単なる一人一人からの取り分を増やしたから、本来だったら50兆円55兆円でよかったものがそのまま60兆円に太っちゃったからってところですね。何も喜ぶべきことはないと私は考えます。それでは失礼します。